延命寺は愛知県西春日郡いと与山町にある総統州の寺院。平安時代の作とされる本尊は愛知県の指定文化財指定。天文18年頃の資料では延命院として言及があり、天正4年に万年山延命寺と改めた。寺ではこの天正4年を回帰としている。慶長13年大観の青木館へ門より、 境内御助地となる。江戸時代の延命寺は、総当州の寺院の格付けで最も低い平蔵地に位置付けられていた。これが後に高地に昇格したと伝えられているが、その時期や詳細については、諸説あり、正確性には疑いも持たれている。西葛飼軍士などによると、大札という層が、市の雲制度門という層を、生じ、寺の施設を集築して、 中高解散し、放置に昇格したとしており、その時期を安永年間から天明年間とする。しかし、同じ豊山町内にある消防事所像の資料や、大札自身による自伝によると、雲聖道門は完成4年に生まれ、弟子の大札素良という人物は、文化5年生まれである。西葛外軍師などが伝える、大札、雲聖道門と、 これらの資料に登場する両者が同一人物で、あるならば、安永年間から天明年間にはまだ両者とも生まれていないことになり、矛盾がある。愛知県の歴史散歩終わりでは、天徳院の僧だった雲聖道門が豊山に移ってきて、その弟子の僧である大札が本堂や栗を混流して解散したとしており、その時期を幕末の河営元年としている。延命寺の本尊は、 愛知県内では珍しい木彫りの地蔵菩薩像である。これは、日の木材を使った一本作りのもので、高さが87センチメートル、肩幅が27センチメートルある。未見の白号は、水晶製で、右手に尺状、左手に帽子を携えた姿で作られているが、右手首は脱落している。西葛外軍史ではこれを、行基の作と伝えている。この藤原時代の作、 平安時代の中期から後期の作などとされている。この本尊は、柔和な姿が良いとされており、木造地蔵菩薩立像として、昭和32年に愛知県の指定文化財となっている。この他所蔵の葬儀絵巻は、豊山町の指定文化財になっている。これは、安政5年の作とされており、一般的な絵巻と違って左から右絵図画が、 展開しているのが特徴である。江戸時代には、上から、別格地、放置、平蔵地。別格地はさらに3段階、放置は4段階に区分されていた。平蔵地は正式な住職がいない寺であった。こちらの説を取る場合には、上日の雲聖同門、大卒の青年とも矛盾しない。ありがとうございます。